楽しいと思ったことを何が楽しいのか、もっとそれを突き詰めるともっと楽しくなってくる。始まりました。メディア流メディア業界のプロフェッショナルにあれこれ聞いちゃおうという番組でございまして、大村さん、いや今日はね、はい、番組史上最年長ですよ。最年長で、前回の小田雅彦さんは59歳、はい、今回はアラカンオーバー、ということで最年長で、こんな重鎮の方をお呼びして、はい、重鎮中の重鎮です。俺ゆうべ眠れなかったよ。なんか怒られちゃうんじゃないかと思って。ね、はい、ということで、はい、今日はですね、映画キャメラマンの根岸健一さんです。よろしくお願いします。ようこそメディアリウェイ。全体的に撮影監督ってどういうことをやってるのかっていうのは、なんかちょっと分かりやすくご説明いただけると。撮影監督っていうのは、はい、まあ、今の考え方は違うんですよ。撮影監督って今言われてるのが、照明もあの撮影もして、あの撮るっていうのも撮影監督って言ってますけど、日本でいう撮影監督っていうのはやっぱり俳優さんもあの全ての人たちをの気持ちを一つにまとめるって思ってるんです。そうすると力がすごい大きい力になるんですよ。監督とかプロデューサーの力と仕事ではなくて、撮影監督がその空気を作る。そう、現場が全てですからね。現場が良くなかったらいい作品にならないんです。そうですよ、ね。だそれは愛もあったり、あの嬉しかったり楽しかったりもあるし、辛いもあの苦しいもひどいも、それ全て含めたことですよね。で全てに、まあ、ひどいも辛いも全部愛があるんですよ。みんなが集まって愛があるから、それが全て形として作品として成り立つので。さすが巨匠、もういきなり、うん、いきなり愛の話が出てくるとは。あの映画撮るときって、今の映画の撮り方はちょっとかなり準備を時間かけないんですよ。だから現場でバタバタしてやれるもんもやれなくなって作品も低下するんです、はい、実際うちらあのずっとやってきたのは 80% 映画入る前の 80% でが準備期間で作り上げるんです。すごい話ですよ。で、あとは 20% 取るだけなんですよ。もうじゃあもう台本の時点、もしくは台本の前の時点からある一定の絵がもう出来上がってて、台本ないと絵で出ないですけどね。台本できてからもう色とか画角とかどこからどう。そうですね。そういうのも。それはあの脚本があって、監督の意図があって、監督が何をしたいか、で、あと俳優さんが何を求めているのか、俳優さんがどういうふうにあの自分がやっていこうかっていうところを読んでいくと、見ていくと、大体もう答えがまずから出てくるんですよ。そこあれなんですけど、監督がやっぱりこういう絵を撮りたいっていうのを実現していく撮影監督かと思うんですけど、やっぱり撮影監督から見たこうだよって意見もあるじゃないですか、はい、ここでやっぱり現場では衝突とか、前はよくたまにありましたけど、まあ、それは自分が未熟だっただけで、こうしたい、こうじゃなくてこうやりたい、あ、だったらこうかな、あ、じゃあこうですね、あ、じゃあこの3つのうちどれですか、選択肢を与えれば、あ、これだねって。なるほど。そんな難しいことじゃなかったんです。自分がこれをしたい、あれをしたいって思いすぎるからぶつかるんです。人の人生と一緒で、相手のことを考えて、世のことを考えて初めて自分を出せば受け入れられるんですよね。それを何もなく最初から自分だって言ったら、誰も受け入れて、あ、ごめんなさい、あの、ね、誰も受け入れてくれないので、まず周りを見ること、みんなを知ること。勉強になりますよ。めっちゃ今自分の人生振り返って反省してる。、ね、最初からカメラマンを志望されてたんですか。いや、最初は、はい、あんまり体に脂肪がつきすぎると太っちゃうから、うん、脂肪があんまりたまらない。あ、その脂肪じゃないですか。出ました。どうですか、ここ間違えちゃう。マジで、それ間違え。いや、今ね、突っ込もうと思ったんだけど、いや自分から、あ、僕何のことかなと思って、カメラマンの脂肪されてたから、体に脂肪ついてる話で、うん、でも
あんまり面白くないじゃないですか今。あえて言わないでください。だけどでもさ受けるしかないよな。こっちのこんなさ一番の最年長の方がさ。僕はだいぶ反応遅れちゃいました。映画やりたいのか。例えば、何をやりたかったんですか。まずもともと、あの、ちっちゃい時から人を笑わすのが好きで。今も俺じゃん。そうそうそう。笑わせてんのか、笑われてんのか。まあいいよ、それで。わかりませんけど。それでいいよ、もう。楽しいじゃないですか。もっと笑わせてください。楽しいの大好きで。あと3回笑わせてください。そういうことです。そうです。現場を和ませるってそういうことなんですね。そう、みんな気が楽になった時に力を出せるんです。もうどうでもよくなってきて。その、みんなの力を利用するのが俺の仕事なんで。さすがです。これでね、人のパワーが、役者のパワーが出るという。そうだね。ことですよ。楽しそうですね、喧嘩。いやでも役者によってみんな違うんですよ、持ってるものが。それを最初衣装合わせの時に見て話して、まあ大体撮影のジョニー・デップですって言うんですけど、僕もそれ現場で聞いたことあります。大体滑ってます。いや、でもあれで一気に和みますからね。そうですね。そう、撮影の状況。それでどうするんですか。あの、軍隊監督になりたかったんですよ。はい、あ、違うわ。あ、まずあの、映画が好きで。何が違うんですか。いや、話が、あの話の流れを。問題に行く時間ってこれ。もう3回話してもらったよ。もう3回乗れば達成しました。ありがとうございます。そうです、楽しいです。映画って、超頑固なじじいたちがいてタバコぶっかんぶっかん吸って、まあ、イメージ、もうなんか俳優とかね、音声さんとかこう萎縮しまくるような世界だと思ってる、監督とカメラマンが一番偉いみたいな。でその下で動画がね上がって、そうすごいみんな震えながら師匠たちがには聞いてほしくないですけど、はい、そういう世界でした。え、昔は、はい、殴られたり蹴飛ばされたりとかも本当に、はい、でも俺それが本当にいいのかな、まあ尊敬する師匠だったから、はい、この人たちを超えるためには何でも OK だって、はい、何でも来いっ ってやってたんで良かったんですけど、自分の中でどうしてもそれが作品によくいい影響を与えてるのかな、これ違うような気がするな。で、逆に地獄の警備員をあのデビュー作撮った時に、はい、やっぱり結構怖かったんですよ。でもそれがどうしても自分の中で納得いかなくて、おかしいな、そういうつもりじゃないんだけど、そういうふうに育ったからそうなっちゃったのかな。で、やめた、もうそういう昔からのステロタイプはもう昔ながらなしにしよう。で、あのビデオの会社にそこから入って、はい、またゼロから修行したりとかしながら、で、自分を作っていって、で、やっぱり楽しくやろうって、俺、この仕事一生やりたいから、はい、一生やりたいためには一生楽しくしたいなって、楽しくずっと生きていくことがの目標なので。昔の映画界ではそのパワハラとかなんだって言われました、うん、今まさに話題になって映画業界の性的被害だったりとか、そういうのがあるじゃないですか、うん、脱ぐ脱がないとか、うん、出す出さないとかで、まあ、よく週刊誌にぎわせてますけど、そのあたりは根岸さん今どう、まあ、映画人として読み取ってますか。ね、結局昔の映画って本気でみんな仕事するわけですよ、はい、本当にいいものを作りたい、うん、あの女優さんたちももっともっとあのいい女優な俳優さんになりたいって本気でやるわけですよ、うん、だからそれのためにはいろんな形があったんですよ、うん、だから監督とやっぱり飲みに行ったり話したり食事したり、そこからあの愛が芽生えていったりも、うん、これは当然で、でそこにちゃんと愛があって本気で、で監督もちゃんと意識が深くて広くて、そういうのを全て積み込んでいるから、そういう行為もあの無駄ではなく、うん、それが犯罪にはならないで、うん、一番は女優さんたち俳優さんたちが伸びるんです、うん、ガンガン伸びていくんです、うん、だってその要素を、一番大事な人の要素を与えてくれるわけですから、でそれはあったんです。もちろんその中でもそれを自分 あのそういう気持ちだけでやってる連中もたまにいました、うん、でもそれは全くあの長続きしないし、女優さんたちも分かりますから、うん、そういう人たちも。でそれが今いつの間にか結局仕事も減って、うん、あの映画も減って、で女優さんたちとか俳優さんたちがみんな仕事がなくて、でテレビにしても何にしても売れてる人たちがだけ出てて、うん、力あっても売れてない人たちは出てこられないわけですよ。
そうするといろんな手を使って少しでもと思ってやるんです。あのそういうふうに監督と仲良くなりたいと思うわけです。で監督もそういう力を持っている人たちだったら全然いいんですけど、これ以上言っちゃいけないけど、まあ力ないんですよ。だから愛を伝えられないです。あ、つまり映画を作ったり脚本を作ったり映画を作る能力あるし才能もあるかもしれないけど、人としての能力が低いので、もう言っちゃった。そのね、加害者の側がですね、うん、はいはいはい、そうだからそうすると人に愛を与えられないんです、うん、人にその力を備えてあげられることができないんですよ、うん、だから犯罪になっちゃう。であのネギさん、この今年に入ってから何人かあえて名前出しませんけど、まあ、名前出てきた人いるじゃないですか、あの演者も含めて、うん、そこでその出てきた人たちってネギさんからすると世の中の人にね、いや実は彼そうじゃないよってそういうふうに、ま、守る人っています。それともやっぱり あいつらはやっぱりそういう人間って、これ核に迫った、いや死に迫る質問ですよ。だって誤解されたら嫌じゃん。でさ、一部さ、その監督なんか確か逆に訴えてるんだよ。うん、そうなの。だから、うん、あのどうなんですか、その、うん、ネギさんから見たらやっぱりそれ断罪されるべきなのか、ちょっと待って、実はこれ違うのもあるよってのがあります。ある、うん、この世界って人のいろんな感覚を、うん、他の人のない感覚を身につけなきゃいけないし磨かなきゃいけない、はい、っていうのはいろんな人が見て、どんな本当にいっぱいの人が見て、あ面白いなって思わせるためにはいろんな人の感覚を備えてなきゃいけないです、はい、だそのために自分を磨くっていうことは当たり前なんです、うん、で磨く方法形っていうのいろいろあって、うん、でもそこに例えばそういうふうに磨く形でそういう行動になった場合、もうその人の責任はあるんですよ、はい、嫌だったらやめればいいし、はい、もう結局そこでやめた場合、帰っちゃった場合、二度とその人とは仕事はできない、はい、二度とその自分の仕事の範囲も狭くなっていく、はい、だからしょうがない、はい、じゃあしょうがないでそんなことしちゃいけないだろうって思うわけですよ、はい、仕事なくなったって、はい、その人と仕事がもう呼ばれなくなったって終わりじゃないんですよ、はい、まだまだいっぱいあるんです仕事って。自分の努力すれば、自分が何かしようとすることで、はい、俳優さんの仕事だってもうみんなやれるんですよ、うん、それをちょっとのことだけで、相手の悪いせいだけでそうすることっていうことは本当は不公平ですよね、うん、まあまあ取り出されてるみたいな。まあ悪い人もいます、うん、とんでもないやつもいますけど、はい、やっぱフランスのカンヌまで行かれて、ドライブ・マイ・カーも話題になったけれど、うん、やっぱ縁に立つって、うん、すごい作品でしたよ。この人生の中でも、もう心えぐられるような、ね、う作品ですよね。あれはね、もうカンヌ行った時の話をします、はい、うんうん、なぜみんなカンヌせっかく呼ばれてノミネートされた時にみんな行かないのかなと思うんですよ、うん、撮影する技術の人たちって、もうそれお金かかるからです、はい、自腹なんですよ、はい、自腹で行かれた、40万かかったんですけど、でもちょっと待って、自分の金で行くんですか。大体カンヌに行かれる方って役者か監督プロデューサーぐらいじゃないですか。技術の方行かれることって見たことないじゃないですか。ネギさんはそこに自腹で行かれたです。いやこれは絶対行くべきだと、はい、カンヌだよカンヌ、俺何十年もやってきて、30年も40年もやってきて、今30ぐらいですけど、それ やってきてその中でこれは行くべきだと思って、お金払って行くべきだと思って行ったんですよ。たら違いました。毎日のようにパーティーとかでこう DOP ってディレクターズファトグラファーってつけてて、そうするとその名前でもう地に立つっていうの話題になってたから、記者が話しに来るわけですよ。いろんな話をされしに来るんです。まあまあ通訳と一緒にいつも言いますけど、それはもう大沢成瀬さん、溝口さん、黒澤明監督の話ばっかりするんですよ。で俺は大島渚監督、うん、縁に立つ大島渚監督の絵に似てるって、うん、記者に言われたから俺の師匠の一人は、うん、武田明さんって言って大島渚さんについてた、うん、巨匠の先生なので、うん、その師匠についてたからだよって言ったら、うん、あやっぱりそうなのか、うん、っていうもうで間違いなくそうなんです実は、うん、それをずっと体の中に流れてるから絵の基本は全部そうなんです。それを見抜くんですよ。そんな中
中でもやっぱりこう縁に立つってやっぱり衝撃作ですごいラストもあったりとか、こうもういろんなシーンが出てくるんですけど、まあ見てない方はわからないと思うんですけど、その浅野さんがあの問題シーンがあるじゃないですか。そのお子さんが、血を流してて、浅野さんが逃げるシーン、なんかそこのなんか裏話先ほどちょっと聞いて、あれは役者の浅野さんのアイデアだった、浅野貴信さんのアイデアだった。そうそう、公園で、あの女の子が倒れてて血を流して倒れてて、でそこにあの浅野さんがいて逃げるんですよ。逃げ、あの最初の予定では逃げて、そこに古崎さんと辻さんが来てっていう予定で、それを追いかける、追いかけるのはあの玉川土手の方までずっと走ってって琉球バックに逃げていくっていうっていうので、あの明かりも仕込んで準備したんですけど、そういうもう予定だった、予定だったんです。で浅野さんが逃げないんです、逃げないでいるんですよ。で古崎さんが来た時に行かせ、うん、まあその説明はあったんですか、その逃げないようにするとかっていうふうに浅野さん言ったんですか。その何も言わない、すごいスタートで逃げなかった。そうです、すごいアドリブですね、うん、やったやったと思って楽しい楽しいと思って。でも8割の準備で8割さ準備って時間で、あとは回すだけって言うけれど、その残りの2割の中でもこう変更点とか、うん、あるってことですね、はい、ああそれいいですね。ニューロの話をしたかったんです。ニューロの話ちょっと聞きたいですよね。ニューロって脳の細胞、うん、細胞、ね、日本の人間の脳っていうのは、はい、あの神経細胞が1000億個あるんです、はい、それニューロンっていうんですけど、はい、でそれがあの細胞同士が伝達していろんなものをいろんな見たりいろんなことで伝達して脳にこうあのどん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 情報が入って人間が動くんですけど、それの大体 15% ぐらいしか使われてないんです、うん、でそのために文化があるんです、うん、いろんな感覚を、はい、いろんなものを見たり聞いたりいろんなことの感覚でそのニューロンを使っていくっていう、はいはい、でうちらの仕事はそれがどんどん高められるんです、はい、で俺もあの林さんがあの一番生の時に入ってきた時瞬間にどこに何を持ってきてるのか何となく見えるし、でその人とこう衣装合わせしてる間にどういう芝居しようとしてるのかだんだん見えてくるんですよ。で、はい、それの質問をした時にあその答えがまだ分かんないっていう人も多いんだけど、人間は分かってるねと思って、うん、でそれが現場に行くと大体そういう動きになるんです、うん、そういう能力って、まあ、超能力みたいなもんですよね。現場でもいっぱいそれがあります。へー、例えば古田さんが、はい、突然走り出すんですけど、はい、工場でこういきなり走り出すシーンがあるんですけど、はいはい、それを手持ちで待ってるんです、はい、いつ走り出すってわからないし、いつも違うんです、うん、それは芝居の流れがあるから、うん、でもそれって鼓動を読んでると、うん、呼吸かな、うん、何か伝わるパルスがあるんです。へー、そのパルスが一瞬でクッて変わるんです。はいはいはい、うん、人の体もグッてこうショックが来るんです、うん、ショックが来た瞬間に動くとふわっと走るんです。でそれ女子ついてこらんないんですよ、あのスピードに、はい、だそういう言葉にならない感覚とか、うん、現場のありますよね、ええ、空気、呼吸、そうそれって日本人って、うん、特にあるんです、うんうんうん、職業病というかやっぱり撮影監督長年やってきたから磨かれた感覚なんでしょうかね。ただでも俺磨くためにあの歩きながらスマホとか電車に乗っててもそんなやらないんですよ。人を観察するんですよ。楽しいと思ったことを何が楽しいのか、もっとそれを突き詰めるともっと楽しくなってくる。本当楽しそうだもん。ね、あのいや僕も楽しく生きてるんですけど、なんかあの僕よりも当上なんです。57年生まれですね。1900。昭和32年。最近なんで生まれたの。そういうこと。俺はこれ絶対譲れねえよってあります。これだけは譲れないということを最後聞いて締めるんですけども、まああのうんと言っちゃうだな、まああの芸能人、まあ、お笑いの人たちとか、まあ、笑いの世界で人を傷つけることで笑いを取るじゃないですか、はい、あれだけはダメなんですよ。へえ、あれだけは嫌なんですよ。なるほど。まあ昔はそれがねあの主流だったわけですけど、もう最近少なくなったけどまだ散見されるところもあるじゃないですか、うん、嫌なんですね。いやだから昔のとは違うんです、はい、あなるほど。昔のは、うん、そこに愛があるんです。なるほど、うん、だからそれを一つの話にできるんだけど、うん、今はバカにして終わりじゃないですか、はい、それはもう
嫌です。やっぱりね、ジョニー・デップですって言って笑っていただくっていうね。まさかね、その撮影のこだわりかと思ったら、まさか笑いに対してのこだわりかと思った。びっくりしましたけども。映画キャメラマンの根岸健一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。空に叫ぶけど、朝日はいつだって必ず昇るから I'll move on、 諦めない、きらめく星たちに導かれ、I'll be strong、 強くなれる私だけの物語を紡ぐ。